突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめはごますりつぶしながらかな。こちら朝倉未来選手、またまた物議を醸しております。インパクトのあるサムネ等ですでに目にした人も多いかとも思いますが、朝倉未来選手がヤンキータイプの成人式の衣装を着るというね、わばかまですね。まず朝倉未来選手が昔からのスポンサーであるオニマルホームさんのところへ赴きます。なので九州福岡ですね。そしてオニマルホームの社長方は成人式に過去出席してこなかったので、朝倉未来選手と一緒にやりたい、なので衣装を用意しましたと。その衣装が先ほどのわばかまで、ただしこの時で3月25日なので、本当は当然成人式の日1月9日にやりたかったが、ズレにズレ込んでしまった、かっこ笑いと。そしてオニマルホームさんはこの日のためになんとフェラーリ2台も買って、そちらも用意しておりました。2台とも白、なんとも景気のいいことですね。で、衣装は少し離れた小倉の雅というところにあるというので、そちらに朝倉未来選手の運転でそのフェラーリで移動。別のフェラーリだけど、普段から俺運転してるからねと。車中では朝倉未来選手、マクレガーやってくと。これはコナーマクレガー選手が先日危険運転で逮捕されたというニュースを受けてのジョークですね。佐々木くんはあれやったらやばいですよマジでと。朝倉未来選手は格闘家はそれぐらいやんちゃがいいよ、暴走してく今からというと、佐々木くんは確かにやりましょうかっこ笑いと。そして朝倉未来選手、ただそんな服着てその辺練り歩くだけの企画面白いのかねといった会話の後、もちまきというキーワードがさらに出まして、その後、もちまきっていうのは聞いてんだよ、だから俺そこに100万円投げてみた、やろうかと思って。普通のもちまきの小銭とかあるじゃん、小さい頃小銭とかかき集めるのめちゃめちゃ得意だったんよ。めちゃめちゃ強者のおばちゃんとかいて、そこに100万円投げ込んだらどういう反応するのかっていうと。このもちまきは建物が完成した時に行われる建築儀礼で、その建物の一番高いところからお餅や小銭をまくというものですね。朝倉未来選手は100万円を投げたら間違いない家になるよと。で、これは有名な話かもしれませんが、朝倉未来選手も成人式には出席しておらず、その理由は地下格闘技の試合に出ていたからで。でもその時は締められて負けてしまって、あの時は人生の絶望だったな。こんなに格闘技の天才なのに、俺はそもそも普通の人生で終わる器じゃないと思ってたから、地下格闘技ごときで負けたっていうところが、自分に対する幻想が打ち砕かれた。マジか、ここで負けたか、と。ただ、練習とかもまだしてない時だったので、その辺を感じ始めた時だったよね、と。このような会話がなされて現場へ到着。用意されていた衣装は鳥の求愛行動の進化の過程で最も最新のものみたいな、はい、こんな派手だったら嫌がおうでもメスの目に留まるといったようなもので、なのでキックボクシングの入場で言えば原口健人選手とタメ張るぐらいの豪華さはありました。これ逆もやってほしいですね。キックの入場の衣装で成人式出ても誰にも突っ込まれない説で、今度20歳になるファイターの方とかに。で、ここでその場で着替えようと朝倉未来選手がシャツっていうのかな、前がチャックになってて、で襟がついてて、綿とかそういう生地の長袖のもので、それを脱ぐんですが、するとなんとその下には何も着ておらず裸。はい、これ何か分かりますか。朝倉未来選手といえば不良漫画リアルクローズワーストで、そのファン層の人たちにYouTube でも特に応援してもらってると思うんですが、そのクローズの主人公坊谷春道と同じスタイルなんですよ。坊谷春道も当時衝撃でしたが、素肌にスカジャンっていうね、汗かいたら吸収するものがないのでどうするんだろうという、そういうファッションだったんですが、勝手に私それを思い出しました。はい、すいません、余談多くて。でも朝倉未来選手が脱いで裸になった時に、 YouTube のメンバーの吉田くんにもなんかのドッキリかと思ったとも言われておりました。そして福岡小倉城の付近を練り歩き、その後場所を変え、行く橋にあるモデル展示場の上棟式で100万円投げてみたやりますと、
用意されていたのが札束。1000円、5000円、1万円とありまして、2000円札はないみたいでした。はい。今どこ行っても見ないですね。本当無駄だったんじゃないでしょうか、あれは。で、朝倉未来選手。まあ、戦場になるけど、その感じをね、と。そして、鬼丸ホームさんの方で、5円など、小銭も20万円ほど用意してます。お菓子と小銭を先に巻き、最後にお札をという段取りで、と。そして、朝倉未来選手。結構子供とかも来てて、これ1枚でも拾ったらスイッチとか買えるから、えぐいと思うよ。後からお母さんに出しなさいとか言われて没収されると思うけど、俺だったらパンツの中に隠すと思うよ。こっそり、たまにはそういうお金の使い方っていうのも覚えた方がいいというか、体験しといた方がいいというのは間違いなくあるから、と。で、朝倉未来選手自身も子供の時、この餅巻きにハマってて、小銭拾うのが楽しみで、よく行っていたという思い出があったそうです。地域柄、豊橋ではめっちゃ行われていた風習でもあったようです。そして建物の上階に上がり、下にはすでに大勢の人たちが。投げる前、朝倉未来選手は、3発ぐらいで投げようかなと思う。子供には1000円ぐらいにしておこうかなと思う。この人たちがどういう人間性に変わっていくのか見れちゃいますね、と言って式が始まり、お清めのお祓い等祈祷が行われまして、そして餅巻きへ。鬼丸ホームさんの方から、巻く前に怪我だけ気をつけてくださいと一言お願いしますと言われ、朝倉未来選手。その通りに言うと、下からは、はい、はいという子供たちの声が。そしてまずはお菓子から。お菓子がばらまかれる近い距離には子供で、お母さんたちは周りで見守っているといった感じですね。で、これが大きい段ボールで、まず5、6箱ぐらいあったかな。それだけでも子供には嬉しいですよね。そして、5円と10円玉。下にいる人たちはさらにヒートアップしていき、お菓子も袋を逆さにしてドサッと落とすと、うわーっと群がり、大盛り上がり。そしてここで、行っちゃいますか、と、札束を出すと、下からもそれが何か見て取れるようで、うわー、キャーとさらにひときわ大きい歓声が上がり、あとはもう映画とかドラマとかでしか見たことがないような、まさにあんな状態で現場は大混乱。朝倉未来選手はすごいすごいすごい W と、 YouTube のメンバーもおーやばいやばいやばい W と言ってる間に、これには全員ではないですが親御さんなどもね、かなり参加している人たちが多かったので、本当にあっという間、一瞬でなくなりまして、でラスト自分らの足元に落ちていたお札を紙飛行機にして折って下に投げ入れ、佐々木くんは見て見てーとお札をチラチラ振りながら下へ投下。で、ここで終了で、すごかったね、明らかに変わったね、といったところで動画は終了です。で、この行動企画が物議を醸しておりまして、まずこれに警鐘を鳴らしたのが平本蓮選手とも大変懇意にしているジェットリーさんでありまして、ツイッターで、確かに俺も金配ったりするけど、欲しがってるやつの顔面晒したりはしないぞ。検証アカウントがほぼ匿名なのは恥ずかしいって気持ちもあるからだろ。こういうのを人にバレたくない人間も多いってわからないのかな。で、まだまだあるんですが、バルゴの釈迦の陸道輪廻で一機がガキ界に飛ばされるシーンを思い出した。これは漫画セイントセイヤですね。バルゴは乙女座で、釈迦っていうキャラが出てきまして、さらにフェニックス一機が地獄のようなところに落とされて、するとガキたちが群がってくるというシーンですね。人々が金に群がるシーンを笑うのはマイナスにしかならないと思うけどな。これ学校でお前のお父さん金拾ってたよってバカにされる子が出てくるんじゃないの？お前の母ちゃん1万円欲しくてジャンプしまくってたぜ。恥ずかしい家族だなとか言われたら結構傷つくだろ。俺んち母子家庭で貧乏団地だったけど、俺の母ちゃんはこういう金にはダッシュしないな。そういうお母さんも映ってたのがなんか良かった。すると一般の方が、額はでかいですけど、九州では上等式といって餅やお金を巻きますと。それに対して、普通の上等式は金に群がるシーン撮影されて何百万人に晒されないだろ、と。あとですね、この方に言ってるのかどうかわからないんですが、お前クソリプして返事してあげてもすぐ追消しして一貫性がないからもうブロックな、というやりとりもありまして、これはめちゃめちゃありますね。なので、もともと立場が違うんですよね。こっちはゲーム一機でプレイしてんのに、向こうは無限に残機があるんで、やっぱちゃんと発言に責任を負える立場の人。
あなたは何者ですかっていうのがそもそもないと対等じゃないんですよね。そこを無視して言葉の上だけの正論とかでチャレンジしてくるんで、大勢を相手するっていう方はね、本当に疲れちゃいますよね。で、さらにですね、朝倉未来ファンの格闘技キッズが未だに上等式では普通だの、お前もう金配ってただろとか言ってくるけど、論点が全然違うんだよな。金は誰だって欲しいが、全国に顔面晒してまで欲しいか？みんな知られたくないんだよ。浅ましさは恥ずかしいって気持ちがあるわけ。前澤さんのフォロワー欄でも見てみろ。1万円の紙切れ欲しさに全力ダッシュして、人を押しのけてジャンプしてるのが自分の母ちゃんだったらって考えてみろよ。それがバッチリ映像に残ってたら子供だって恥ずかしいだろ。親も我に返ってみっともない姿を晒したと後悔する。俺が言いたいのはそれだけ。これでもわからないキッズは即ブロックな。で、これはジェットリーさんの知り合いの方。全国に顔面晒してでも欲しいです。それに対しては、お前みたいなのがいるのは知ってる。でももし子供ができたらそういうのはやめるんだぞ。で、さらにこれは他の方なんですが、強制ではないので、晒されたくない人は群がらなければいいだけなのでは？ダブル。これに対しては、お前は金の魔力を知らない。金に群がる自分の姿が放送されることの恥ずかしさを理解して立ち止まれる人は2割くらい。こういうのは我に返って翌日後悔するもんなんだよ。で、その方。それはあなた個人の経験則ですよね。分別のつかない人間が周りの8割を占める環境に身を置いたことがない自分にはわかりません。このあなた個人の意見ですよねって、あの論破王のひろゆきさんの真似してるんですかね。最近よく聞きますが。で、これに対して、わからないならいちいち突っかかってこないこと、何でもネットで教えてもらえると思うなよ。他には、それ自業自得でしかなくないか？モザイクはかけるべきだったかもしれないですね。これに対しては、モザイクありなら全然いいよね。自分の家族がこれに出てたの、見て恥ずかしい思いする人がいるなって思ったのと、ガキンチョが心配ってだけ。で、さらに、他の人なんですが、いや、そもそも朝倉未来の上等式に集まってる段階で朝倉未来の YouTube 撮影か何かしらの撮影があることは承知の上で生きてるし、みんな金投げられる前からカメラって撮影してること分かってるから自己責任でしょ、完全に。笑。隠し撮りとはわけが違うんだからさ。これに対しては、だから地獄絵図に誘導しておいて自己責任ってハメと同じだろ。普通の自己責任と一緒にすんなよ。だいたいなんでお前みたいなのにいきなりタメ口聞かれなきゃいけねえんだよ。気分悪いキッズだな。タメ口は同級生と後輩だけにしろ。で、さらに、無視してブロックしたらアカウント新しく作って何度も絡んでくるやついるけど、必ず返事もらえるサービスじゃないんだから何度やっても無駄だぞ。必ず返事もらえるのはドラクエの村人とか宿屋の人だけだ。現実世界では違う。で、まだ他にですね、顔を晒したのは悪いと思いますが、金に群がってしまう性質を持った人がいる点を活用されている点においては大差はないのかなと考えております。これに対しては、そこに差を感じられないのは頭悪すぎ。今の時代、SNS 上ではたくさんの企業で検証が行われているだろ。参加者はほとんど匿名だ。これくらいなら遊びの範疇で PR にもなる。大量の個人情報を追加で求められるケースと、顔出し参加になるケースと混同しない方がいい。まだこんなこと言ってるやつがいるのか。俺は当選者の ID のみを公開するだけ。朝倉くんが晒したのは金に群がる人々の顔面だけ。前澤さんが収集したのは ID とメールアドレスと名前と生年月日と、ついでにアプリインストール。これを大差ないと思うやつは現代を生きるセンスないと思う。で、ジェットリーさんは炊き出しをやられているんですが、炊き出しに群がる人々の顔面を晒すのはいいんですかと来まして、これに対しては、俺は後ろから撮ったりとかモザイクかけてるよ。写真嫌な人は別で並ぶ時間あるし、無限に YouTube 格闘キッズがクソリプしに襲いかかってくるから、やっぱり朝倉未来の影響力はすごいよ。俺が本人を嫌いでアンチしてるとか言ってくるバカもいたけど、この前 B ベッドでブレイキングダウンのゴールドスポンサーした時にかなり数字取れたから、むしろ感謝してるくらい。キッズって論点わからないよな。すると、違う意見はすべてアンチ扱いしてきた YouTuber やインフルエンサーの功罪ですよね。考え方、意見が違うだけってことが理解できない。違う意見をされたらアンチ、敵だと思ってしまう。
批評、批判と誹謗中傷の区別がつかない子たちとコメントつきまして、それに対してはキッズ、敵か味方でしか物事を見てないから将来心配。でラスト、ポケットは膨らみ、引き換えに心はしぼんでいった、大人たちは誇りを失い、引き換えにチョコレートを神棚に飾った。これさだまさしの歌詞なんだけど、進駐軍のギブミーチョコレート動画と朝倉くん動画を見比べると、戦後77年で日本人も随分変わったな、子供を押しのける大人の比率が高くなってると投稿しておりました。私ですね、今思い出したんですが、私が通ってる学校の理事長の息子とですね、卒業してから知り合いになりまして、夜のお店の店長とかいくつもやっててお金持ちだったんですが、小さい時ですね、自分の部屋からですね、2階にあったらしいんですが、金消しをよくばらまいていたと言ってましたね。はい。ちょっとね、レベルは違うんですが、それを思い出しました。で、滝沢健太選手がですね、朝倉未来選手がしたツイートの、上等式の持ち投げで100万円投げたらすごいことになったと、宣伝ツイート。先ほどの画像も添付されているものなのですが、これを引用リツイートしまして、お金の価値観は人それぞれ違う。裕福な人もいれば、本当に困っている人間もいる。お金を配るのであれば、もっと綺麗な形じゃないと。格闘家 YouTuber を代表する朝倉未来選手なだけに、この光景は残念。また違った面白い企画を期待しているし、見たいと投稿しまして、で、さらにですね、金に群がる人を撮影し、笑っている。そこに対して俺は舐め取ると言ったともツイートしておりました。これは堀江義典選手の堀江構文と呼ばれるものですね。一見意味がつながっていないように見える堀江選手独特の文章センスのオマージュになりますね。でも滝沢健太選手、自分の言いたいこと、相手は誰であれ意見をしっかり主張していて、まあ本当に立派な人格なんだなというふうに思いました。しかもさらにね、最後にまた違った面白い企画を期待してるし、見たいとね、気遣いも見せておりましたし。ちなみにミスターアウトサイダー慶之助さんは、お菓子より金投げろと思ってましたとツイートしております。で、今日はちょっとどうやら揉め事特集になってしまいそうなのですが、昨日一昨日とライズ K1 で試合後、6月のビッグマッチに言及する人が多かった中、レオナーペタス選手、コージ選手の名前がどこからも上がってこなかったことに対してでいいと思うんですが、トーナメントとか行ってた人だけが、蚊帳の外だけど大丈夫そう？爆笑絵文字、笑いとツイートしまして、コージ選手は俺に突っかかってきてる奴ら、みんなでトーナメントをやろうや、と提案しましたので。するとこちらも一般の方たちから様々な意見が届いたようで、まずですね、正直対抗戦の前に K1 のライト級でやるべき相手たくさんいるでしょ、コージー選手に嫉妬しすぎ。これを引用リツイートしてレオナペタス選手、なんでライトだと思ってんのこいつ、笑い。体重のコントロールうまいからスーパーフェザーでもライトでもどっちでもできんだけど、爆笑絵文字。あと嫉妬とかなんもない、かっこ笑い。トーナメントとか言ってないで、6月出たいならワンマッチで俺が相手してやろうか。で、他にはですね、お前の出番もないわというコメントに対しては、笑わせないで、爆笑絵文字。出番しかないだろ、かっこ笑い。他にはですね、スーパーフェザーでタケルに負けてライトの王者が過去2回勝ってる朝日さだからライト上げるって言い始めたくせに、タケルが天津戦終わった後に K1 から卒業説出てるから、そうなった時にスーパーフェザーでも戦えるみたいな発言にしか見えなくてダッサ。これに対してはレオナペタス選手、説だけで根拠がないのによくこいつはこう言い切れるな、かっこ笑い。すごい、拍手の絵文字。天才だね、かっこ笑い。他には、反論できてないで WWWW なら根拠のある反論してみいや。これには 61.5kg がベストだから、かっこ笑い。落とすのも上げるのも可能だからだけど、何か、爆笑絵文字。で、ここからは、昨日レオナペタス選手の弟の加藤コーナー選手が、ノイリ正明選手と戦い、圧殺されてしまい、コーナー選手は試合前から、100回に1回しか勝てないけど、その1回を試合で持ってくるという発言をしていたり、試合後ノイリー選手に、俺に怯えてて、体が小さく見えてしまっていた、などともね、発言されていて、レオナペタス選手は、コーナーお疲れ様、めちゃくちゃ悔しいな、みんなでもっともっと強くなりたいよと、このようなツイートをしておりまして、で、加藤コーナー選手の方もですね、たくさんの応援ありがとうございました。断らなくてよかったなって思いました。3ヶ月以上、ノイリ選手のことだけ考えて生きてきて幸せだった。今回の負けで気合が入りました。
必ずまた目の前に立てるように実績積むので待っていてください。もうボロクソを言われても仕方ない内容だったので我慢します。笑いと投稿したところ、早速ですね、そこに喋るなカストをつきまして、で、レオナ・ペタス選手、それを引用リツイートして、お前が喋んなゴミ、減量して本気で試合してるやつによくそんなこと言えんなクズが、と返しまして。他にも先ほどの加藤コーナー選手のツイートに対して、あの煽り V とか公開練習のインタビューを見ると、勝つ気あんのかなって思ってイライラする人は多かったと思う。これに対してレオナ・ペタス選手は、みんながみんな強気な発言しないとイライラするからダメなの？個人のキャラだから俺はああいうのもいいと思うけどな、と。で、同じ方が、やる気ないなら断ってほしかった。奇跡だの、0.1% だの、殺されるだの、国内在住の外国人とかでよかった。ノイリ選手の無駄遣いだった。ノイリ選手はいろいろ技試せたからよかったのかもしれないけど。これに対してレオナ・ペタス選手は、やる気がなかったらわざわざ減量してあのリングに立ってないよ。もしマッチメイクに文句があるならあなたが選手にお金払ってマッチメイクでもすればと、はい、このようなやり取りが見受けられました。で、揉め事特集ですのでまだあります。昨日 K1 の解説席に青木真也選手が座ってくれておりまして、で、自分は MMA でキックのことはよくわからないのでということで様々な質問をしてくれたんですが、で、その後普通のツイートをしたんですが、そこに一般の方から、青木さんお願いだから解説には出ないでください、雑音ひどくて聞こえないし、よかった、これは格闘技をやってない一般の人のことですね、流行らせたいのか知りませんが、通じない言葉はあなたのノートにしてください。ノートは青木真也選手が有料でやっている媒体ですね。カッコ閉じのふりして解説への質問コーナーなんて望んでないんです、と。で、青木真也選手それを引用リツイートして、じゃあやらねえよ、と。で、コメント欄見てみると、しかしながらキックの専門家に話振ってくれるの聞いてる側からしたら結構ありがたいです、とか、僕は青木さんの解説が一番好きです、誰よりも内容の質が高くて聞いていて面白い、とか、解説まだまだやってほしいです、もっとめちゃくちゃな解説すると思ったら思ったより普通で拍子抜けしたよ、とか、青木真也の解説なくなったらもうライズ見ない、などと、このようなコメントで埋め尽くされていたので、ここは一安心でした。あと青木真也選手の解説って、今は自分は解説の役割だからここまでは発言する、プラス自分のキャラ乗っけてみんなにも面白がってもらって、ここのラインまでは範疇だよね、というのも見て取れて、そういうのがよく伝わってきて私的にも非常に面白いと思うんですが。そして青木真也選手のツイート、まだ他にあるんですが、普段浩二選手と親しくしておりまして、浩二選手のことを兄貴と呼び、モテてモテてしゃあないさすがなどと言っているんですが、まずですね、K1 見学、バックステージで久村兄弟を見かけて花に驚く、リアルモテてしゃあないでありました、俺だったら忙しくしちゃうのにとツイートしたところ、久村正史選手本人がそれを引用リツイートしまして、ありがとうございます、久村兄弟の未来に期待していてくださいというやり取りがあったんですが、これに対して一般の方たちから、リアルって何ですか、とか、リアル笑い笑い、浩二はじゃあ一体何なんですか笑いとね、はい、このようなコメントもついておりました。あと昨日は山崎秀明選手が大和選手に KO 負け食らいましたね。あの時の様子が、安保ルキア選手が山崎秀明選手に KO 負けをね食らった時と同じようなやられ方だという声もよく聞きましたが、安保ルキア選手はその出来事に対してうわーとツイートしておりまして、でですね、関根勤さんが解説席にいましたが、大和選手のあれはたまたまといったことで少しね批判が集まっていたりもしました。で、6月、山崎秀明選手と試合をしたいと言っていた原口健人選手は、え、やばい、どうしよう、どうなるの？とツイートしておりまして、しかしながら、負けたけど、そのまま山崎秀明選手と原口健人選手で6月見たいよという声も、まあまああるようです。それと安保ルキア選手、昨日は試合前に空いた数時間を使って、カラオケに行っていたというのを売りにしておりましたが、そのカラオケで熱唱している姿もツイッターに投稿して、会場を抜け出してカラオケしてるやつ史上初、価値はいいのよと投稿。さらに、ノイリ・マサアキ選手に対しては、とりあえずノイリはユーモアとトラッシュトークを覚えてくれ。眼中ないとか言ってるけど、俺は KO で倒したからな。そこんとこよろしく、と投稿。ノイリ選手の方は、試合後インタビューで、前回俺に、あんな無様な負け方しておいて、それは筋が通ってない。もう眼中にいないが、K1 がやれと言えば、またやるだけ、と語っておりました。
そして無差別級トーナメント1回戦、実方康介選手に勝利はしたものの、その後あばらが折れているので2回戦には進出できませんとアナウンスが入ってしまった石井聡選手なんですが、その後のツイッターで病院に行ってきました。やはり8番目の肋骨が折れてました。ただ綺麗に折れていたので治りは早いみたいです。綺麗に折ってくれたじっちゃんに感謝。じっちゃんは実方康介選手のことですね。試合に穴を開けたので青木会長の説教くらってきますと。そしてその無差別級トーナメントで最軽量、一番軽い体重ながら出場して無差別級の定義を崩すほどの強さを見せつけ優勝したサッタリ選手、勝利後マイクで中村プロデューサーに対して6月の試合出してくださいとアピールし、マイクを渡したところ試合あるかなと答えてしまった中村プロデューサー、その後ツイッターで下田ノーコメントだったと投稿。これには対戦相手いなくねの声が結構上がっていましたが、前日ライズで南原選手をリングの端まで吹き飛ばして勝利したブラジルのカルリ・ギブレイン選手の名前などが上がっておりました。まさに道強選手でしたね。江川祐希選手との試合を制した大岩達也選手は、普段アホアホみんなから言われているのでアホだけじゃねえぞとツイートをしたところ、タケル選手から今日はアホじゃなかった拍手の絵文字笑いとこのようなコメント届いておりました。こちらは江川選手も大岩選手も試合後のインタビューでどちらもフィジカルの差が出た試合だったと語っておりましたね。江川選手は今回の負けには納得受け入れているといった感じで、椿原選手の時とは一味違ったものとなっておりました。でこちらは前日の那須川天心選手の試合後、ライズの引退式がリング上で行われ、ビデオメッセージが三浦知良選手などから届き、アベマで見ていた人たちは、その時ガチャガチャっとなりましたよね。画像が止まったり、那須川天心選手の試合が変な感じで繰り返し放送されたり、実はあの時、那須川天心選手が入場曲にも使っている矢沢永吉さんからのビデオメッセージがあったそうで、しかしながら A ちゃんの画像は肖像権的に使えないようで、あのような対応になってしまったようです。 A ちゃんは、那須川天心、本当に日本のキックボクシングをここまで盛り上げた、その貢献度は素晴らしいです。これからは新たにボクサーとして頑張ると聞いております。ますますファンを魅了してくださいと語り、那須川天心選手の方は、知らなかった、うわ矢沢が俺に話してるってびっくりしましたと興奮していたようです。そして昨日は何と言っても大和哲也選手の日でしたので、試合後ツイッターで、これで獲得ベルト9本目、世界ベルトは3本目、でもこの K1 のベルトの重みは別格、いろいろな意味で本当に重い、しかしまた夢が一つ叶いました、夢だった K1 世界王者になれました、心の底から魂の底から感謝、山あり谷ありの人生に感謝、やりましたと投稿しております。はい、というわけで本日は以上となります。今日ラストですね、ちょっと気になった記事ありまして、カナダといえばメープルシロップでも有名ですが、そのメープルシロップを盗んだ男に罰金9億円の判決が下されるというね、ニュース記事ありまして、どういった意味だろうと、いくら盗んでもそんな額になんないし、盗んでる際になんか他の高価なものを壊してしまったとか、あとワインのように希少価値のあるメープルシロップ盗んだのかなと思っていたんですが、実際は違くてですね、本当に言葉の通りで倉庫に保管されていた樽を運び出し、中身を水にすり替えるという手口でですね、なんと仲間と共に340万リットルのメープルシロップを本当に盗んでいたそうで、しかしながら盗んだ額は17億5000万円なので、まあ先ほど言わせていただいた9億円ね、罰金が下ろうとちょっと得になってるじゃねえかみたいなところもあるんですが、でですね、このニュース見た時に私あることを思い出したんですね。昔一休さんのアニメでトンチですので、お殿様がこういう無理難題出したんですよ。明日自分の館まで自分の足も使わず馬にも乗らず赴いてみようと、皆さんだったらどうしますでしょうか。はてと困った一休さん、結局どうしたかと言いますと、馬の首にまず縄をくくりつけまして、
で、その先端を自分の手首に縛り付けまして、で、引きずられながらですね、馬を走らせて、ズタボロになりながら、お殿様っつって、これは馬にも乗っておりませんし、自分の足でも歩いておりませんと、はい、これは本当にトンチなのかなと、言葉の通りに先ほどと同じですよね。なので、実行しただけなんじゃねえかなっていう力技ですよね。はい、この記事を見て、これと同じことを思い出しましたという話です。西部劇でいうところの相手を捕縛して悪人を引きずらせる罰と同じやり方ですからね、それは。はい。そして一休さんに出てくる蜷川新右衛門さんは K1 の武蔵さんの先祖でもありましたね。高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。ポーポーポポー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 。